今はちょっと化粧水をね、化粧水を塗りにしております。やばい、化粧水出しすぎた。もうすごい量出してしまった。わかんないか、足の保湿でもしとこう。グッドモーニング。グッドモーニング。はよう。ちょっとまだ朝ごはんを食べてなくて、ちょっと今から食べるんだけど、ごはん。グッドモーニング、ハロー。てんてん、熱い。高野さん、ありがとう手紙。おはよう。ごはん。今日の朝ごはんはヨーグルトとバナナとキウイ。いつもだったらここにご飯とか付け足すんですけど、ちょっとあんましお腹が今日空いてなくて、朝食べれなさそうなのと、あと今日昼ごはんを外食にする予定なので、多分昼ご飯で多分カロリーを多分たくさん摂取すると思うから、まあ朝ちょっと少なくてもいいだろうという魂胆で、今日はちょっと少なめ、あさりめ、そしていただきます。いただきます。まつげ、眉毛じゃなくて眉毛細くした。そう、眉毛サロン行ったら思ったより細くなったんだよね。まあメイクで付け足すよ。ちょっと朝ごはん食べてるからちょっと足せないかも。まだ全身、ちょっと朝ごはん食べ終わったらね。でも綺麗だよね、細いけど。うめえ、キウイうめえ。キウイって夏のフルーツなんですか？最近安くない？でもさ、キウイって大体輸入だもんね。輸入だからあれか、関係ない。いやでも関係あるよね。そう、まるちゃんの髪留め可愛いでしょ。美容液直垂らし。キウイってなんだ、今旬なのかな。最近国産を見つける。あ、そうなの。タレロ、タレロ、あ、手元に入っちゃった。私はニキビ跡がここにこうあるじゃないですか。これをなくすための美容液。これをちょっと乾いたら乳液塗ってメイクを始めます。
うん、タンパク質取らないと。カッツの毎日メイクの全工程みたいに今からやるよ。まあ毎日メイクじゃないけど、毎日メイクしないから今日はでもちょっと気合を入れるメイク、気合を入れるってわけでもないけど、今ってキウイの流通が増える時期なんですかね。ウィングキートチャンスありがとう。でも今ファンデーション塗ろうか悩んでる。ファンデーションはさ、マスクするからさ、塗らなくてもいいよなっていうのはあるよね。リングキッチャンスにガハット。でも私肌荒れがひどいからファンデーションで隠してたんだけど、なんか逆にファンデーション使わなくなったら綺麗になりました。普段最初辛かったけどね、ニキビ跡とか丸出しだし。いいファンデーション知りませんか。私は今ジョンセンムルっていうこの韓国のクッションファンデを使ってます。これはでもちょっとナチュラル、あでも結構綺麗になるかも。ちょっと塗ってる感とかが欲しくない人、塗ってる感ない方がいい人は向いてないかもだけど、なんか気のせいかもしれないけど毎日ファンデーション塗るのは、ファンデーションだけじゃなくてさ、ファンデーションだけじゃなくてメイク落としの負荷がかかるから、それもあって多分あんまり塗んない方がいいのかなと。だってさ、まあ、なんか綺麗だったと思うんだけど、どうなんだろう、わかんないと思ってるけど、でもなんか最近いろんなことしてるからね、どれがね、どれが肌に良かったのかがちょっとあんまし分かんないんだけど。かわいいじゃん、眠いの、年中すっぴん。 OK GO。 衣装、あ、全身見ますか。ズボンです。スカート持ってないんですよ。リコピン、リコピン摂取、トマトジュースで。ギフト受け取りましたので一個投げておきますね。お、ありがとう宮本さん。そう、ワンピースとかじゃなくて全然、今服、私服もそんな持ってないからさ、ちょっとモルちゃんが反対になっちゃうけど反対に止めます。今日も暑い、長袖着ちゃってるおはよう。ヤクルトセは飲まないの。うん、持ってないもん。ヤクルト1000ってさ、すごい最近話聞くけど、そんなにいいんですか。うん、肌に合う化粧品ね。でも私そんな肌めちゃくちゃ弱い方ではないから、全然他ファンデーション使ってもなんかあニキビできたとかそういうのはないんだけど、まあ、肌ってね
やっぱ磨きをかけないとってなったら、なんか肌が強い弱い関係なくファンデーションすることはまあ肌にとってはいいことではないからつけないよって感じかにゃー。腹下るの、ちょっと飲んだことないな。うんうんうん、おみじょうメイクとブー、メイクポーチもそろそろ買い替えないとかな。これもう何年使ってんだろう、5年4年。これでもね、いただいたものなの、ファンの方に。だからちょっと違ってます。日焼け止めは、日焼け止め今から塗りますよ。中湯、今日の何にしようかな、日焼け止め。今日はでも、今日は今日の日焼け止めは、あれ、ちょっと強い日焼け止めどこ行ったかな。あ、だだだ、今日はちょっと外歩くんで、これで歩かないな、あんまりって時は紫のこれか。本当はでももうちょっと優しいなってもいいと思うけど、ニベアのこれを使ってます。でも今日はちょっと外に行く予定があるので、アリーにする。あ、朝食持ってくるな。うわ、札幌も暑くなる。え、私長袖やめた方がいいかな。そう、今日はどこ行くの？行った後に連絡するよ。そうなんだよね、長袖って日焼け防止になるからね。はい、じゃんじゃんじゃん、日焼け止め塗りましたね。日傘使ってる？えらい。私も使ってる。最近買ったんだ。1ヶ月前くらいかな。パパパパ。ふう。うんうん。サッタンさん、ありがとう。あれ、もう私の化粧下地どこ行ったんだ。あった、どうしようかな今日は。日焼け止めは塗ったけど、20日のバースバーシュデイまであと20日です。20日、20歳。カウントダウンしよう。あ、お母さん、赤ちゃんの時のカラーなんか写真ないか聞いてみよう。俺運転するから腕だけ開けちゃう。あ、なんか右高側だけ開けるとか言いますよね、運転してる方は。お疲れです。今日はこれにしよう。ファンデーション塗らないから、塗らないけどちょっと肌のトーンを上げたいから、このエスタチにします。リミュー、このさ、襟がさ一生曲がってんだよね。で、これあれ、あ、
はよう。今日は昨日久しぶりに、最近すごい夜遅くに寝る癖がついてしまってたけど、昨日久しぶりに12時過ぎに寝た。もっと早く寝るよって感じなんだけどね。私さ、こうやって塗るのすごい雑なんですよ、基本的に。でよく伸びてないとこがあるんだけど、伸びてないとこがあるんだけど、いつも7-3とかに伸ばされる、伸ばされてたなっていう思い出。あ、佐久間さんありがたい焼き。まあ結構塗ってもね、後々馴染んでくるんでね。ちょっと放置。トマトジュース。朝からトマトを摂取する。え、待って。やらかした。このトマトジュースさ、トマトしか入ってないんだけどさ、なんかサラサラじゃない？あ、もしかして振らないといけなかった？まあいいや。あ、でも美味しいか。じゃあ、まるちゃん、パート2。かわいいでしょ。野菜、トマト、人参、キャベツ、ワウワウワウシスターズ、イエイエイエイ、トマト、キャベツ、人参。私いつもこの歌詞作詞作曲しちゃうよね。トマト、人参、トマト、キャベツ、人参、サラダって言っちゃう。サラダってもう全部やん。赤ピーマン、ほうれん草、まるちゃんやで、ちびまる子ちゃんやで、みんな大好きちびまる子ちゃんやで、かわいいでしょ。トマトジュースいいでしょ。そんな褒めても何もでもてんよ。なんかさ、昨日体脂肪と体重が減って喜んでたんだけどさ、朝測ったら体重はめっちゃ減ってたんだけどさ、体脂肪がちょっと増えててさ、ちょっと難しいなーとか思いながら、まあでもこういうのってさ、一日で変わるようなものじゃないと思うから、もうちょっと様子を見て筋トレもしつつダイエット頑張るわ。いや、そうそう、でもね、体重はね減ってた。すごい、なんでだろう。でも私全然食べてるからね、ご飯。マジでご飯、大福とかも3つ食べたりとかしてる。3つって言っても小さいのだけど。今その眉毛を長くしてる。私眉毛描くの下手くそだから、あんまり参考にしちゃダメだよ。どう？太くなったよね。ちょっと細すぎるから描き足した。ね、測る時間によって変わるよね。朝晩体重が低くて
体脂肪ちょっと多くなる。で夜は体重重くなるけど体脂肪が少しすごい減る。そうよね、もうすぐ健康診断だから減量中。おーすごい、俺の体重初の倍くらいある。でも男性とかだったら多いのは当たり前でしょ。下手くそだな、眉毛描くの。鏡見てこう。配信嬉しい、こちらこそ見てくれて嬉しい。まん最近泣いてない、どういうことだった、どういう意味だ。最近泣くような出来事ありましたかってこと、それとも最近最近泣いてんじゃねってこと。んあ、そうそう、全然毎日の変化で喜んだりとかあれですよ。ただこのまま体脂肪が減らなかったらどうしようかなって今考え中。もうちょっと筋トレ増やした方がいいかなって。でそのなんか一日増えたからうう減ったとか増えたとかそういうことはしてないです。それでねこの1週間もね増えたり減ったり繰り返してた。眉毛が難しい。まあ減ったんだね体重が。でも体脂肪がねちょっと今朝増え気味になっちゃう。まあでもちょっと体重水分抜けたっていうのもあるか。もう水分抜けた。これぼかしてるの、これでこうやってなんかね平行眉すぎて困ってるように見えるんだよな。ね、まっすぐだよねマジで。まあ、でも可愛いか。眉毛もっと茶色がよくない。あの眉マスカラっていうのを買わないといけなくて、今眉マスカラ持ってないからできないんだよね。これ以上茶色く、今地毛だからね、これ地毛の色だからさ、そう買いに行かないといけないの。もうなくなっちゃった、私が持ってた。なんか一個ポーチが丸々なくなっちゃって、そうどこ行ったんだろう。あれで知りませんか、私のポーチ。もう一個さくらんぼのポーチがね、私この細長いのともう一個ボンってあったんだけど、なんかなんかいや坊ちゃん劇場じゃないと思うんだよな。なんかキスバイエットの稽古に持ってったのは最後覚えてんだけど、それからね、わかんなくどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。はずかがどっち側の顔が好きか。こっち。こっちはあんまり好きじゃない。どっか行っちゃったんだよね。多分その中にもいますから入ってたんだよな。もうやな、タウ。買わないといけないもん。でもやっぱさ染めた方がいいよね。髪の毛より茶色とかの方がいいっていうもんね。そうポーチごと、それもさその中にさイプサっていうコンシーラー入ってた。でもそれくらいしかまだ入ってなくて、私が持ってる結構高いって言っても、まあちょっとデパカスかなっていうメイク用品はそれ以外は全部違う方に入ってたからよかったけど。コンシーラー塗りすぎた。これでコンシーラーを涙袋のところにこうやって塗っけて
回したら涙袋爆弾。涙袋爆弾だぜ。まさかザットマークウフさんありがたいやき言っとけ。ショートカットね、そう知りたい、やりたいんですよショート。ちょっと今成人式もあるしヘアドネーションしたいから伸ばしてるけど、成人式終わったらショートにしたい。爪の形いいね。嘘、全然良くなくない？短くない？ほら涙袋が爆誕しましたでしょ。涙袋爆弾したら次涙袋の影を描いて、もっと涙袋爆弾させます。こんな感じでちょっとぼかします。眉毛もうちょっと綺麗に描けるように練習しないと。つけまつげはちょっと待っててね。のきさりがお花、ちょっとファンデーションじゃねえわ、パウダー少しはたこうかな。眉毛のところちょっとほっぺもね、何しようと思ったんだ。あ、そうだ、眉毛がちょっと乗らないから色がトゥ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 ルトゥトゥトゥ。うまく描けない。ここ眉山でしょ、うん、ここ眉尻と。うまく眉毛が描けないな。マジでうまく眉毛が描けないんだけど、どうせてくれます、どうします。私いつも自眉が凛々しいからさ、もう自眉に任すって書いてたから、なんか自眉がちょっと頼りなくなってしまったから、もうどうすればいいのか分かりませんわ。パウダーだと思ったけどね。もちもちさんありがたい焼き。ピアス派イヤリング派、特に今はイヤリングしてる。あれ、アイシャドウブラシどっか行った？おかしくね？どこ行った？なくしたな。おはよう。毒あるのみだね、ほんまに。あのピアス開けたい、開けようと思ってるんだけど、あの今ちょうど「ジョーマイラブ」っていう坊ちゃん劇場でやってる愛媛県の舞台出てて、ちょっとそれがさ江戸時代のお話だからさ、多分最初開けた時とかになんかカツラとかもつけるし、安定とかしてなかったらね
あれかなっていうのと、まあ開けない方がいいかなと思って今は。と思って開けてないです。まさくまさん、あ、ご褒美ありがとう。今何か欲しいものある？欲しいものですか？いっぱいある。服でしょ？メイク道具でしょ？香水でしょ？あと髪の毛にいいブラシでしょ？あとはなんだろう。昔安全ピンで開けてた。危ないよね今考えたら。ゆうやさんがかわいい。まつげパーマをしてから初めてのメイク、マスカラを。で、あれ、みんな今日用事なんかないの？みんな今日用事ないの？あ、そうだそうだそうだ、見て見て、これリップなんだけど、モダリトのツイッター面白かった、ありがとう。ゆうやさん、ありがかわいい。で、リップ塗るやん。リップ塗るじゃん。最近新しく買ったんだ、チークペリペラ。ちょっとつけたくて、今つけたい。薄くでいいや。ちょっと濃かったかな。あら、おちょぼさん。あら、かわいい。ちょっとあんま私チーク濃いの好きじゃないから、ちょっと伸ばしながら、ちょっとだけ血色よくなればいいか。どう、わかる？チーク塗ったの。ひろくんさん、ありがたい焼き。ほんのり赤い。買い物出かける？で、アイライン。おはよう、だいちゃん、ありがとう、たい焼き。アイライン。マジ私の目の形はね、私好きじゃないんよな。でちょっと目が白せ、今日も気分的に描いて。急に顔が大人っぽくなりましたね。そしたら、
ハイライト、ハイライト、ハイライト、この目頭のところと、ここかな。ここかな。でもなんかもう元がテカってるからあんま塗らなくていいか。で塗って、でもやっぱメイクしたら目がなんか、てか顔がはっきりしますよね。そしたらラメを塗ります。ドゥイン。キラキラ、かわいい、かわいいね、かわいいね。かわいいね。アラームが鳴った、アラームが。目のまぶたにも、まぶたにもラメを塗る。リーゼンスト、リーゼン3263、ありがさくら。ちょっとアラームが来てね、アラームが鳴っちゃって止まっちゃった。お、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。どうだ、いいか。まだ終わってないぞ。だがメイクはまだだぜ。リーゼン3263、うどさん、ありがさくら。ちょっとハサミを、すごいみんなよく眉毛違うの気づくね。そう、眉毛サロンに行ったんですよ。なんか男性とかそういうの気づかないってイメージだったから、すごい。であとはマスカラかな。今日は特に適当コーデなんですけど、まあなんか黒が好きなんで、ちょっと白と黒の服で決めさせていただきました。ついちゃった。はい、まつげをね伸ばしております。うどさん、ありがさくら。Are you going gonna day to day? 何を聞いてるのかな？デートの日ってこと？星になってるから。Yes, 今日はデートしてきます。さて、誰とかな？誰とでしょう？当ててみな。どう、まつげ上がった？ウェイちゃん、 No way。
お代理、あーのー、あ、今は下まつげを上げて下げてます。こうやってこうやって反対側で押さえて下まつげをやってる。全然答え出ないわ。ああ、ヒントはチームエイト、チームエイト、ノーレイちゃま、ノーレイちゃまノーレイちゃまです。レイちゃんじゃない。ゆいゆいのゆいゆい、うん、やっと答えが出た、やっと答えが出た。正解はルンバちゃんでした。全然答え出ないから、あれアイロンどこだ、アイロンどこだ、ヘアアイロンどこだ、これか、よいしょ、舞台感激しに行こうかなと思ってさ、にうん、ヘアブラシ買わないと。どこ行ったんだ私のヘアブラシ。なんかさ、ブラシも髪にいいのとかあるのかなと。くちゃんかわいいや、ありがとう。先に前髪やるか。くさん、アリアサクラ、マギーは見に行ったよ。前髪を丁寧にやりたいと思います。このように私の髪の毛は癖が強いです。
なので丁寧にストレートアイロンでストレートにしないといけません。串がない。串はあったはずなんだよな、どっかに。ちょっと待って、取ってきます。確かあったはず。ありました。よいしょ。コームが、なあさん、ありがとう。うるさりやさくら。画面小さい。私小さくないよ。よかよか。ちょっと重たい。おはよう。ナイスですね。おはよう、ルサリガハート。今日の髪の毛は巻き巻きしようと思います。ちょっとだけ下を向けさせてください。今鏡を、あ、鏡も買わないといけない。ちょっとお母さんに頼む誕生日プレゼント、どれにしようかな。さあ、ありがとう。私はよくこのようにウェーブ巻きをします。ウェーブ巻き巻き。今日も朝から美しいですが、さすが褒め上手、ありがとうですわ。照れますわ。ダルミシアンハッツ可愛い。確かにぽいね。僕に頼む、ああ僕に頼む誕生日プレゼントはどれにしますか。僕にくれる誕生日プレゼントはってボケてるのかと思ってたわ。もうそうだねって今考えてた。違った。誕生日プレゼントをくださるなら何でも良いですわ。嬉しいですわ、その気持ちが。そやねん、髪の毛長いのよ今。お疲れ様です。
父さんにあげるものは決めた。うん、決めてるってか持ってるもん。あ、父の日っていつだっけ。明日鼻かゆ。今日って土曜日だよね。最近さ、すごい暑くなったじゃん。明日すごい暑くなったからさ、おー、いい感じ。すごい暑くなったからさ、マジで生ゴミすぐ腐る、外に置いてたらどんな話やねんって感じなんだけどさ、こう私よく、ま、料理するんですよ。でさ、こう生ゴミをさいつも置いてるの、シンクの中にね。そしたらまあすぐ腐って臭くなるから、今冷凍庫入れてる。直樹さん、ありがハート。もう冷凍庫に封印してる。暑くなったんだなと思って、これからはより一層食べ物とか気をつけないといけない時期だと。嫌な季節。私夏あんまり好きじゃないんだよね名前に夏が入ってるくせにこんなこと言うなよって感じなんだけど、私夏あんまり好きじゃないんだよね。まあこまめにさ、いやでも1日でなったの昨日。そう、1日で朝置いて帰ってきたら、あれ臭いみたいな。だからもうね、そういう季節だわ今。多分特に私の季節よね、初夏だよね。ありがとうとさくらんぼ。そうそう、コバエもね、いやでもね、私もコバエよ、よくいるのよ。コバエちゃんがまた嫌なっちゃうわよね。ほんま嫌なっちゃうわ。これ同じようになってるな。まあいいか。家に飼ってる。いや私もたまに飼ってる。20歳になったらお酒飲みたい？うん。名前つけたら愛が芽生えるかな。考えとく。コバエホイホイってさ、コバエ集まる？私コバエホイホイ置いてコバエが生えてたことあんましないんだけど。あれ効果ある？って話をしてたらコバエが飛んでる目の前を。僕のことですかって感じで飛んできた。Gが出た時用の備えない。ちょっと
買っとかないとだよね。買っとかないととか思いながら未だに買ってないわ。今んとこ。ハエトリリボン、あの草さ、くる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 ってさなっててハエがくっつくみたいなぶら下げるやつはうちのおじいちゃん家にあったんだけど、それにはめっちゃハエついてた。何年前からこれ置いてんだろうってレベルだったけど。そう、ポコちゃん小林は反応しないでしょ。どうなんだろう。もうちょっとでかくないと。やっぱ生ゴミは冷凍庫に入れるのがいいんだね。できた。ちょっと修正するけど。あら、可愛いんじゃない？あら、可愛いんじゃない？可愛いんじゃない？あ、小林が飛んでるよみんな。こんな話をしてたら小林が飛び出したよ。くしどこ行った？宇多田ハツが特徴、くすぐものをなくす。マジですぐものなくすんですよね、私。いや、なっちゃうよね、ほんまほんま。北海道に住んでるね、ジーいないもんね。裏山お風呂でできるストレッチはまず最初に肩回しをだいたい30回ずつこっち側とこっち側やって、その後こういうこのキュッてってキュッてってキュッてってこういうストレッチをまた30回くらいやって、あとカスカカスカスカカスカスカカスカスカをやって浴槽つかりながら、でその後こう伸ばしてグーって回して、でこう伸ばして反対のこう下も伸ばしてって感じかな。あ、なんか今日メイクうまくできた気がする。みんなとやったらメイクうまくできた。服の感じもいい。まずい。私こういう系統の服似合ってんのかな。よき。ちょっとこの巻きが足りなさそうなところを巻いておしゃれかな。あ、ここ巻けてないやん。ここストレートじゃん。
毎朝メイクあるし、毎朝毎日メイクしないからな。多分次メイクするのはいつかな、多分24日とかくらいまでしかメイクするような予定ないな。帽子かぶろうかな。帽子かぶっちゃうともう帽子が取れなくなる、髪の毛がもう潰れちゃうから。オッケー、グー、開けまる。香水使ってない今ということで、使ってなかったのでこのミッサーとかにカレンちゃんにもらった誕生日にフィアンセボディミストひまわりオーデコロンを振りまく。はい、いい女になりました。ということでメイクも終わったところなので配信終わりにしますか。今何時？ 8時22分か。あと2時間あるか。お風呂上がりは腹筋とかしてるの？何分してる？お風呂入る前にだいたい腹筋と下半身の筋トレ10分くらいかな、全部で。そんなしてないよ今は。まだなんかもうちょっと増やせたらいいなと思うんだけど、私筋トレあんま好きじゃないから筋トレあんま好きじゃないから、まあ、続くのが1個の動画見てやってるんですけど、その筋トレは10分、5分くらいの筋トレじゃないと多分続かないから、私5分くらいの動画を2本見てやってた昨日は。怖い。 Don't forget to see your fan while you dating 母やまずね、忘れないでしょ普通忘れないでしょ。だって忘れたことないし、それにデートの相手ルンバちゃんだからね。 I'm going to date、 I'm going to date っておかしいか、動詞じゃないか。 I'm going to go、 I'm going to go、なんて言うんだろう、デート with 高岡薫これ癖。小田さんありがとう。お花ノーボーイフレンド、 I don't have a boyfriend where my boyfriendI don't have boyfriend. ね、暑いから気をつけないとね。じゃあランキング読もうかな。13位、アメジストさん、アメジストさんありがとうございます。12位、シュンゴさん、シュンゴさんありがとうございます。11位。なんていうかクロマティさん、なんかすごいこんな持ってクロマティさんありがとうございます。10位まさかじゃアットマークふふさん、まさかすさんありがとうございます。9位ロスペックドヤさん、ロスペックドヤさん、ドヤさんありがとうございます。8位もちもっちさん、もちもっちさんありがとうございます。7位大ちゃんアットマーク UF 二次元は裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。6位高菜をアットマーク、あ変わった、ここら辺変わってないか。7位高菜をアットマーク、宇多田初見たい、宇多田初語りかな、宇多田初語り、宇多田旋風巻き起こせさん高菜をさんありがとうございます。6位大ちゃんとマーク UF 二次元は裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。5位、5位リーゼン3263、リーゼンさんありがとうございます。4位ウィングキッドチャンさん、ウィングキッドチャンさんありがとうございます。
3位直樹さん、直樹さんありがとうございます。そして2位はスーさん、スーさんありがとうございます。そして1位はまさくまさん、まさくまさんありがとうございます。鼻がかゆいでございます。ということで小林ちゃんがいて嫌な朝でございますが、皆さんのおかげで小林皆さんのおかげで綺麗な、ちょっといつもよあんま最近メイクうまくできないけど、今日はなんかメイクがうまくできた気がする。イエイ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 っていう感じですかね。見てくれてありがとうございました。じゃあ行ってきますわ。それではまたね、バイバイ。